お家狩りの説明を行います。まず一歩目は相手の左足のつま先の前に持ってきます。腕は大きく両腕を使って大きく開きます。1、2で軸足をかかとの横に持ってくるんですが、この時正三角形をイメージして底辺と考えて頂点に軸足が来るようにします。1、2、1、2。この時にしっかり胸と胸が密着するようにしっかりと入ります。この時1で大きく開いて、2の時にはカタカナの歯をイメージしてしっかり下に体重をかけます。1、2。こうすることによって体重が相手のかかとにかかってますから、相手は動くことができません。1、2、3で大きく足を内側から入れて半円を描くようにしてなります。1、2。腰を回転するようなイメージで足も1、2、3と変えます。1、2、3。1、2、3。